はい、どうも、なおちんです。さあ、今日はスプラトゥーン3をやっていきます。よろしくお願いします。3が始まるっていうことで、ちょっと気合を入れて、アミーボを買ってきちゃいました。アミーボを読み込むと、どんな風になるんでしょうか。何かね、武器がもらえるとか書いてあったんだけども、さあ、やってみましょう。来た。オーナー登録とニックネーム、あ、そんなのが最初必要なんだね。まあ、登録しなきゃいけませんね。来た！来ました！出てきたのはいいけども、どんな風になるんだい？アミーボはね、全キャラ売ってなくって、とりあえず売ってあるやつを2つ買ってきました。姫とタコガールだね。その2体をとりあえず買ったんだよね。ん？公式サポーターになってみるかな。あ、やっぱりサポーターになったらばギアとかをもらえるんだ。マイコーでも覚えられる。おお、素晴らしいね。よろしく。さすがにね、してほしいね。え、もう一回しなきゃいけないの？もう一回？はい。来た！うん？姫とスニーカーをゲット。あー、いいんじゃない？わかった。もうこんな感じで OK です。おー、消えた！武器じゃなくって、なんかコーディネートだったね。これか。ヒメイトスニーカー。でもまあ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 、可愛らしいんじゃないですか。でも、武器が欲しかったな。でも、今のアミーボは、おそらくこれなのかな？はいはいはい。あ、なら、アミーボごとに、この、お着替えだったり、武器だったり、いろいろと、あるんだろうね。とりあえず、姫は、ブーツでしたね。ゲームの方はね、まだ全然進んでなくって、このあたりですね。なので、ちょっとここ、クリアしてみましょう。ちなみに、スプラトゥーンは、ほぼほぼ初心者です。ほぼほぼ初心者。スプラ1はやったことなくって、2を、1ヶ月ぐらいやったかな。うん。なので、まあまあ、ほぼ初心者だと思ってください。なんかこういう装備俺使ったこともなかったな。おぉ？なるほどね。結構飛ぶ？意外と飛ぶね。なるほど、これ、同時に倒したりとかの練習なんだな。はいはいはい。チャージが少なかったら威力が少ないね。次どこ？とにかくこれ3つ同時に破壊できたりするっていうことね。なるほど。ちょっとこれ難しいぞ。ジャンプして立て。ジャンプしなかったら横なんだ。あ、なるほど。はいはいはい。でも、難しいよ。爆発するわけね、これ。そのまましてると。で、これで真ん中を打てば、いや、難しいって。はいはいはい。この爆発をなんかうまいこと使っていかなきゃいけないってこと？でもジャンプせずに打つときの範囲は結構広いよ。これは嬉しいな。でもこれ使いこなすのが難しそうだけどね。はい。はい。威力は結構あるからね。慣れていけば良さそうだな。はいはいはい。何あれ何あれ。
おおおお、はいはい、あー届かない、しゃあ、んジャンポイントが出た、どこどこどこ、ああ本当だ、どこだ、いや、うん、3つに当てるのむずいな、はい、あジャンプしちゃダメか、3つに当てるときは、どうやって当てる、いや当て方が分かんない、あれこれ難しくない、おっしゃいけた、なるほどね、でも難しいよ、よしあと1体むず、はい、あら当たってない、これむずいな、どうだ、オッケー、いやーやっぱり難しいな、はい、ということで今日からスプラトゥーン3ちょっとやっていきたいと思います。今日はねアミーボを読み込みまして、ブーツをもらいましたね。できれば武器が良かったんだけども、はい、まあまああと1体アミーボありますので明日、これも読み込んでみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。